一番最初のですね、ゴジラです。1954年版のゴジラです。えー、初代ゴジラってやつですね。えー、ゴジラか化学兵器か、脅威と戦慄の一大攻防戦って書いてあるんですけども、戦律なんですよ。これ実はですね、この怪獣映画というジャンルが2大、ない時代なんですけども、あの、最初のゴジラっていうのはホラー映画なんですねで。ホラー映画で、いわゆるそのリングみたいなもんだと思ってください。 巨大な貞子が出てくるようなもんなんですよね。恨みを持って出てくると。で、えー、宮崎駿もですね、このゴジラを最初に見たときに、弟と一緒に映画館で見たんだけども、ゴジラが最初に、あの、島から出てくるところ、あの、山の向こうからぬっと顔を出すときに、映画館中の大人がみんな顔がうわっと抜けぞったって言います。つまり、みんなものすごく怖かったんですよ。それってね、なんか、今ないですよね。今、ゴジラで、みんな怖いとかびっくりするっていうのは、いわゆる、 なんだろうな、びっくりさせるようなシーンで急に目玉がアップになるとか急に何か現れるというようなシーンではない限りびっくりしたいんですけどもそのゴジラ初登場のシーンって本当にロングショットで山の稜線が見えてその向こうにゴジラの顔がヌッと出てくるってだけのすごいシンプルなシーンなんですけどそれでも映画館中の人がうわーっていうふうに首が後ろにのけぞるとそれを見て宮崎駿がうわーおっかねー大人もみんな怖がってるっていうふうに思ったというぐらい怖いシーンだったんですね。 で、このゴジラ初登場のシーンっていうのは、その、東宝映画でですね、その、スタッフ死者の時にもですね、みんなが一番気にしたところなんですよ。ゴジラ初登場って、そこで見てる人たちがみんな、ああっていうふうに思っちゃったらもうダメだと。本当に怖がるかどうか、津村屋栄はじめ、本田猪代をはじめ、スタッフはですね、ビクくびく者だったんですけども、やってみたら、社内の全員が死者を見た瞬間、あそこ怖いって言ったと。実はですね、ホラー映画だったんですね。 だから、ゴジラが銀座の街を壊して通った後そこにいた人たちはみんな放射能障害でどんどん病院で死んでいくんですけど、これもです、ね、たたりなんですよ。そういうたたりがある怖い人間では殺せない存在としてのホラー映画としてそういうホラー映画みたいなものが好きな人はこの最初のゴジラを僕はおすすめします。